どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶です。今回もピクミン3実況をやっていきたいと思います。サイドストーリーのオリマーの冒険再び、9日目デイ9をやっていこうかなと思っております。ということで、前回果物、を入手して、なんかその中から果物の中からなんかパーツと同じ信号が出ていたという謎が出てましたが、その謎が見えたりするんですかね。パーツを目的地まで運べということで、またまた発見2つ目のパーツとなっております。はい、難敵揃いのエリアのようだな。ピクミンが増やせないのであれば、とにかく慎重にパーツを運ぶしかないのということで、パーツを慎重に運ぶのはピクミンなんで僕ではありませんということで、まあ、頑張ってやっていきましょう。作業9日目、反応を頼りに洞窟内を探索したところ、クロノスリアクターを発見した。泥だらけだが故障はしていないようだ。これなら本当にドルフィン初号機で他達成に帰れそうだ。なぜこんな地中深くにといった疑問は残るが、とにかく慎重に地上に運び出さなければということで、洞窟、さあまたまた発見2つ目のパーツということで、なるべく急いでほしいのじゃん。納期短めの指令が下りましたね。13分あるのか。この13分はこのマップではどんくらいあれなのかわかりませんが、黄色ピクミンに帰れます。ああ、はいはいはい、ここに岩があって、この先橋を架けれるよと。なるほどなるほどなるほどね。ここの橋が架かると最短ルートできるとか、そういう話なのかな。でもいや、まあ一旦先行こうか。この先に赤ピクミンがたくさんいるので。さあ、生まれたての。さあ、抜いていきましょう。抜いていきましょう。あ、素晴らしい。素晴らしい。僕より働きいい。これは突撃してもらって。ここで抜いていきましょうかね。その間にじゃあ、あの奥の結晶を壊していきましょうか。突撃。かわいいこの突撃。もしかして下通れる？通れるんだ。ちょっとこの下通るときに雲が邪魔しないかなって心配ですけどね。あ、動かない。あ、ここ別に大丈夫なんだ。引っかかった時だけ反応するのかな。お、あっちも開いたくたいですね。ああ、なるほどね。ここはここでまた抜かないといけない。まあいいや。で全員でここは持っていきましょうか。こっちの方が距離は長いんで、厚めに人手を振っておきましょうかね。で、ルイ君側もあと8か。あとこっちの軍は 2往復で済みそうですね。まあ、今やれることは少ないと思いますが。うん、そうね。まあ様子見ながらかな。あと9。さあ、橋がガツガツと出来上がっておりますよと。1、2、3、4、5、6、7、8、9。この辺から先はいいかな。あ、まもう一個足んなかったや。すまん。じゃあこれで10かな。おお、取った取った、よかった。そこが最後怖かったですからね、素直に。ぐらいか。向こうに置き忘れた子はいないよね。いないね。よいしょ、ドーン行きまして、さあしっかりとここは壊しておいてもらいましょう。なるほどね。この高みにいる子を引きずり落として倒していきたいところ。 OK、 倒した。そしてこうぐわーっとぐわーっとやっていてもらって、よいしょ、もうちょっとかかりそうだ。こっちの舞台は、なるほどなるほど。
今ピクミンにして火力を上げていきましょうか。じゃあこれどっち向かうんだろう。でも最終的なゴールがどこなんだろうか。目的地ってどれだ。これか。どこだろう。この子たちの行く方向次第だな。あ、そっちなんだ。行け。よっしゃ。で向こうの土砂組は、じゃあここも発生して行ってもらいましょうか。この奥何があるんだろう。赤ピクミンがいっぱいいるのか。分かりましたね。まあでも特にここ行く必要ない気もするので、よいしょ。あのワンちゃんはキーピクミンに倒してもらいましょう。倒してもらったらここから全力で突撃。あれ突撃で、この上にいるハピクミンを回収。よっしゃ。掘り出すのが得意なあの子たちをあれして、待って、この先大丈夫？あ、止まってるんだよね。よいし、1、2、3、OK。 はい、集まってください。じゃあ行きましょうか。爆弾を持った状態で奥へ行きたいと思います。そこにいると危ないので、1、2、3と、でみんなおいでー。あ、まだなんだな。あれ、ドーン。うわ、あのでかい移動だけどうしようかなってとこだな。このカッポしてるやつが超強いんだよな、多分。あ、来た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 。逃げる逃げる。カッポマンが。カッポマン、赤ピクミンの暴力でいけるか。全世代で、全世代で倒せ。よし。ナイス。よいしょ。マップを見ましょう。右が赤ピクミン。あれ、まだ行ってなかった？行ってるよね。であれば、よいしょ。おっと。よいしょ。いいね、このまま先に行きましょう。この先は二手に分かれていますが、左に戻る、左行くと戻るルートかな。はいはいはい。で、よいしょ、おいでー。あー、電撃ルートね。よいしょ、いけー。ここは最終かな。まだ奥あんのか。あれを運ぶ部隊は？ロケットのパーツ運ぶ部隊どこ行ったんだ？あ、もしかしてこっち先入ってる？入ってる。おいで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 。君たちやばいよ。あ、行かれた。であれば逃げろ。あ、行ったね、やつ。おい、夢でもね、見てな。よいしょい。
あ、やべ、夢でも見たなとか言ってるけど、あれじゃん、あそこ開けないといけないじゃん。やばいやばい。ではどうしようかなと。あ、穴んじゃん。ほら、掘るのが得意なキピクミン、ここは任せたところで、いいよね。バーと行って、あと一人敵がいるかなぐらいなので。せやね。で、ここにこれがあるってことは、よしよし、よし、これで敵終わったかな。よしよしよし、いいね、3つ揃いましたよと。1、2、3、逃げておいでー、どんどんどん。よいしょ、これで10かな。もうすぐタッポットにたどり着くと。でもなんか確かまだ敵のあれがあったよね、敵があったよね、ここに。そうだよね。なのでバーサスティミで言うと岩が一番強いかな。おー、いるじゃん、いけー、すべて打ち砕け。うわーって言ってる。そりゃー、物量戦じゃー。よっしゃい。さあ、ここもしっかり焼けていきましょう。あ、いや秒速で焼いて笑うんだが、あー、あったね、ロケット。あれ、サンドマークあった。ほんとだ、あったわ。さあ、これで悲しき獣の塔に戻ってきた感じかな。まあ、ここが悲しき獣の塔だなんでしょうか。さあ、運ぶの手伝ってもらおうかな。じゃあ 1.5 倍の人数までやったら一瞬運べたはずなんで。そうだよね、誰も外れてないね。よっしゃ、これでクリアじゃない。結構初見にしては早かったんじゃないかな。ミッションコンプリート、やりましたね。うい、さあ、クロノスリアクター手に入りました。これでブースター的な感じかな。あのジェットのさ、噴射が出るとこやったか。よし、プラチナ、はい、ということで今回もパーツを無事に回収することができたが、近くのエリアに新たな複数の反応を発見した。それらの反応は移動を繰り返しているようで、原生生物が獲物と間違えて残りのパーツを飲み込んでいると考えて間違いないだろう。道理でなかなか見つからなかったわけだ。なんとか全てを回収しなければということで、まあ、次回あれかな。じゃあ原生生物を倒して中からパーツを取り、それをロケットに運ぶという感じになるんじゃないかなと思います。挙動がね、うん、そういう仕様になったんじゃないかなと思います。はい、ということで本日はこれでおしまいでございます。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。